こんばんは、火曜の夜はマンチャーヒンチャー第110回でございます。私高山雅樹でございます。ちょっと前にどうもガンバハル君が出てたようでございますが、私は高山でございまして、今日は告知通り2人の 若者に来てもらって、おります。中年なんですかね。でそう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 、まあちょっとサクッと自己紹介をしてサクッとねしてもらおうかな、はい、じゃあはい、二郎君の方からお願いします。はい、一応ミュージシャンやらせていただいております。ベース担当していまして、東京の上野の方とかで活動しています、二郎と言います。はいはい、はい、以上です。お一人、狛江の狛江で一番入りづらいバーゴータバーのオーナーのゴータです。よろしくお願いします。42歳です。42歳、あれ42歳ね。二郎君いくつ？あ、39です。あ、じゃもうすげえ近いんじゃん、ね、3つ近いですね。ということでございまして、なんで、え、何なんか言ってる？あ、バッグを置いて、あ、バッグを置いてきた、はい、取りにおいで、はい、今新田空さんがバッグを取りに入ってまいりました。本当に、ね、本当にすっとぼけた女でございますが、はいはいはい、はい、なんどこに置いてんだよ、ガサ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 、え、ここ、ああ、はい、どうも、はい、どうも、はい、はい、はい、どうも、はい、二郎君はですね、はい、3回目の登場でございます。そうですね、はい、はい、から豪太君も前に出た時にはしっかり、はい、コマエンジェルの平さんに叱られてお帰りになったと思います、ね、ふざけすぎてちょっとふざけましたね。ということでございます。で、まあ先週も申し上げたしいろいろと告知をしておりますが、2人にはちょっとした共通点がございまして、はい、ね、うん、でね、そうなんですよ。でお二人は要するに、朝鮮とアイヌに ルーツというかつながりルーツにある。もちろんあの、ね、日本人ってよく分かんないんですけど、うん、あのにおじいちゃんが、おじいちゃん、僕は おじいちゃんが朝鮮人で、おばあちゃんがアイヌ。はい、ああ、ごとくのうちね、ちょっと難しいんですけど。難しいんだよね。そうなんで、ちょっと話したら長くなるんで、はい、うん、おばあちゃんの方だ、うちの親父の方ですね。親父のさんの方が、の方のおばあ、うちの親父の母親の親が、朝鮮かな。あ、まあ、でも、おばあちゃんの、うん、の親、親が、うん、あ、なるほど。で、ひいおばあちゃん、ひいおばあちゃんになるんですかね。ひいおじいちゃんかな。まあどっちかね。どっちかですね。うん、で、で、おば、それで、うん、そのお連れ合いさんが、なんだっけ。そう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 、アイヌかな。という感じのね、うん、なんでございます。うん、で、そうで、まあなんつったらいいんだろうね。あの最初に要するに二郎君に会って、はい、そういうルーツなんだねって、そじゃあ来て話をしてちょうだいっていうような話をして、はい、あ、そしたら、いや、僕、まあ、豪太君がアイヌと関係あるよって話は知ってたんだけれどもさ、はい、そういう話も、まあ、駅前の中村さんから聞かされて、はい、そうなんだ、はい、これ一緒に何でも知ってますよね、あいつね。そう、何でも知ってんの。あの、まあ、来てもらえるかなみたいな話をして今日実現をしたわけでございます。で、あの中村さん曰くですね、あの、俺がいろいろこう調べ物をしていくのをやめた方がいいよと。やめて、やめて、なんでって言った、どうせそんなことすると俺ばっかり喋るようになるから勉強していかない方がいい。言えてみよう、言えてみようなんだけど、性分があってついつい調べたんですよ。調べようとしたわけで、うちにある、まあ、100冊近いアイヌ関係の本をつらつらと日めくったんだけど、うん、はい、問題なのはそこにアイヌの人たちと朝鮮の人たちの交流ってほとんど書いてないんですよ。一切と言っていいくらい出てこないんですよ。で、そのことに少し逆に、だから僕もだから逆に驚いたっていうか、その二郎君にその話聞かされて、へえ、そういうそのつながりがあったんだっていうようなことを知って、そしたら、え、ゴータ君も そういうことなんだみたいなこと で結構それはある話だよっていうことを知るわけだよね、うん、向こうだらね、そうなんだね、なんか
僕がその喋ったら、うん、僕も言われました。アイヌと朝鮮の人が一緒になるっていうのはもう全然あるよって。うん、誰に言われたのそれは。いやそれはなんか、向こうのなんかそのアイヌの人、うん、出身の同じ、ね、そうそうそう同じ出身の人に言われたって。こっちに来てからもなんか僕のばあちゃんとじいちゃんが結婚して、まあ、うちのじいちゃん実は朝鮮人なんですけどって言ったら、あそうなんだ、でもアイヌの人と朝鮮人の人が一緒になるっていうのはある。そうなんですね、うんうん、そうなんですよ、ここなんです。で最近この要するにその送ってもらった料理に送ってもらったこれ資料がさ、はい、これは即スンヒさんというあの韓国系の方でいらっしゃいますが、はい、苫小牧駒沢大学の、まあ、教授の方なんですよ。女性だよね。そうですね、そうですね。でアイヌ民族と朝鮮人をめぐる記憶と表彰、日高地方を中心にみたいなその論文を送っていただきました。でこの彼女があの2017年7月に朝鮮人とアイヌ民族の歴史的つながりという本を書かれている。そうですね、これが多分2017年なんだよね、はい、でそれよりも前にそういうきちんとした本ってあんまりない、多分ね、ないと思う。誰かね結構昔書いてます。あ、なるほどね、なんか見たことあります。あ、だからいずれにしてもつまりあまり表に出てこない歴史っていうようなことなんだったんだろうなというふうに思うんですよ。だからここで喋ったら明日みんないないかもしれないですよ、消されて。そんなことはない。いやだけどさ、ほら沖縄でアメラジアンってその、はい、なんだ米軍関係者とそれからその沖縄の女性が結婚して生まれた子供っていうのも、はいはいはい、しばらくそれを表には出てこなかった。そんなその沖縄に住んでる人みんなよく知ってるのに、要するにそういうことこう出てこないっていうようなことがあったんだねということなんですが、はい、ちょっとどういうことなのか簡単にそのおじいさんと慣れ初めは、まあ、僕のおじいちゃんはよくまあ強制労働ってやれてるんですけど、うん、本当に要は強制労働でっていうか、まあ連れてこられたんですよね。僕のおじいちゃんは釜山出身だっていうのをおばあちゃんからも聞いていて、うん、要は釜山から連れてこられて、で、まあ、夕張の炭鉱に働いていたと。でも、うん、夕張の炭鉱の労働が厳しいから、要は脱走で逃げてきて、うん、で、まあ、うちのばあちゃんがビラトリーで畑仕事をやってた時に全然ちょっと見たことない、それこそアイヌの風格でもない人が現れたから、どこから来たんだろうこいつと思って、まあなんかワイシャツみたいな作業ズボンみたいなのを履いて現れ、汚い、まあそれこそ1週間とか2週間かけて逃げてきたから、まあ汚い格好してまあ現れて、まあどこから来たんだって言ったら、まあ夕張から来たって言うから、お前日本人じゃねえべって言うので言って、うん、まあ、そしたら、まあ、じいちゃんもまあ生死さまよってそれこそ生きてきたから、ここに来たんだから、どの道殺されるんだったら、まあ、本当のこと言って助けてもらえるんだったら助けてもらった方がいいという考えだったと思うけど、まあ、ちゃんと俺は朝鮮人なんだっていうのも喋っていたみたいだし、で、まあ、その時にうちのばあちゃんがお前もうここに住めって、このビラトリに住めばいいって、うん、で明日からアイヌとして生きろと言って育ててくれる。それは誰に聞いた話なの？それうちのおばあちゃん。おばあちゃんに聞いた。おばあちゃん。で、そのおじいちゃん亡くなるまでおじいちゃんが朝鮮にルーツがある人だって知らなかった、ね。全然知らないです。ということなんだ。きっとおばあちゃん韓流だったんでしょうね、きっとね。まあ今でも韓国スターでかっこいいじゃないですか。あ、こういうこと言うからこれ。ね、アイヌ系の濃い顔の中にね、そうスラッとしたそっち側の人が来たら、ね、やっぱりほら。今でも、ね、人気あるじゃないですか、ね、なんでしたっけ。豪太君は完全にアイヌ系だけしか血をつながってない、はい、余計なこと言う、ね、顔はな。で豪太先生、はいはい、あちょっとごめん、今いつ頃の話、それその向こうからおじいちゃん来たのは、まあ詳しくは分かんないんですけど、うん、なんか
まあ、多分昭和13年。13年ってことは要するに戦争が始まる前夜ぐらいってことになるのかな、ね、はい、軍需産業で要するにそういうものを一生懸命作んなきゃいけないっていう時代。そうですね。で要するに朝鮮が日本に併合されていた時代っていうことになるんでしょうかね。そうですね。そういうことですね、はい、ありがとうございました。郷、うん、田さんの方はどうでしょうか。僕もね、うちもちょっとこの間高山さんに言われて、うん、ちょっといろいろ思い出した、まあ、聞いた話ですよ、うんうん、なんかそのほら文に起こしたわけでもないですし、うん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 、だけどまあそんなようなうちの地元、うん、向川の個別地区っていうんですかね、うんうん、ビラトリの山一個挟んで、うん、そうですね、ね、こっち、はい、こっち側、西側っていうんですかね、はいはい、うん、はい、そこで、まあ、逃げてきた朝鮮人をかくまったアイヌの子供っていうのがうちのおばちゃんちのかな、なるほどね、そうそうそう、っていう話は、ちょいちょい聞いてますけ ど、 ど、ね、まあ、あんまり喋りたがらないですよね。そうですね、まあ、だからうちのじいちゃんも絶対俺が朝鮮人なんだっていうのも全然喋んないし、だから僕たちも韓流のスターみたいな、かっこよく生まれてもおかしくなかったんですよね。あ、残念ながらな。でもなぜこんな沖縄みたいな顔な、うん、毎日言われますからね、お店で。1年360日沖 縄、 沖縄出身ですか。そうそうそう、違います。最近はもう、いやもうそうですって言って、名護出身です。違うんだね。それで兄は仲間です。チャタン出身だって言ってます。僕もあれですけどね、僕結構沖縄行くんですけど、うんうんうん、沖縄に行って沖縄の食堂とかで沖縄そばとか食って、普通に高齢グースとか入れて普通の向こうの人みたいに食ってると、沖縄の人だと思う。あ、違うんですか、うちなんじゃないんですかって、で僕なんか道聞かれますからね。そういうことでございまして、今でね、こう、まあ、ちょっと要するになんつうの、よくある話っていうのはアイヌ部落とその朝鮮の人たちが住んでるところって割と近いところに あったっていうことらしいんですが、そうなんですかね、よくわかりませんけど。ほらでもさ、なんだろう、炭鉱だけじゃなくトンネル掘らしたりとか、そういうことですね、鉄道作らしたり、ね、鉄道とか、うん、ちょうど鉄道もあるしトンネルもあるし、うん、なんかちょっと忘れたんですけど、前日高に続く線路っていうか鉄道もあったんですよ。なんでそれは何か石炭が開発される前にも燃料として使ってデータ前かもう一つなんかあって名前忘れちゃったんですけど、でそれを掘ったりとか採掘するのにも朝鮮の人とか使われてたんじゃないかって、うん、石炭じゃないものを掘るみたいな、はい、何掘ってたんですかね、何でしたっけね、何だかっていう、それも石かなんだかって言ってました。レアアースなわけないですか、ね、結構ね、でもそれレアアースって今で言うレアアースじゃないけど、うん、当時やっぱり戦争で使うその必要なそういう鉱物みたいなもの結構、うん、掘っていたという話はあるようでございますよ、うん、はい、ね、戦争ダメですね、今はなくなっちゃったけど、人の日高まで生きる富川とかか、日高線じゃなくて、あれ何でしたっけ、西なん、なんだか線、富内線じゃなくて、あ、富内線ですね、富内線でしたっけ、はい、富内線ありますよね。それが何のために作ったかというと、その産業のために作った、うん、あ、そうなんですね、それがなくなったし誰も使わないから、廃線になったって、あれ廃線になったのいつだったっけ、友一線って、僕小幼稚園こう6歳とか7歳とかですね。それでさ、2人とも、まあ、そういうような話を今喋ってくれてるわけだけど、はい、それって、うん、平気で喋りますよっていうふうにはもう最初から別にいくらでもっていう感じだった、それともなんか、いや、もう、まあ、消される覚悟ですよね、はい、っていうか、まあ僕も誰に消されるの、消されるあの裏の黒い組織に、なるほどね、これなんかバックミュージックとかないんですか、ないのどんどん重いなんか、まあ、本当に自分のルーツを喋ろうと思ったのは、うん、ごく本当最近なんですよ、僕も、まあ、アイヌだっていうのは全然普通に喋ってたんですけど、まあ、比較的にアイヌはなんか一応ちょっとだけなんか認めて、アイヌ民族っていうのが先住民族として北海道にいたっていうのをちょっとだけなんか国っていうか、
もう認めてきたっていうか、それもあったから、まあアイヌだっていうのは喋ってたんですけど、自分が朝鮮の血を引いてるっていうのを喋り出したのは本当にごく最近。ああ、まあ聞かれるからじゃないですか、多分。そうですね、まあ聞かれたら答えるよっていう。向こうじゃ絶対聞かれないですもんね。でもなんか北大の外国人チームでアイヌをずっと調べてる人たちがいたりとかして、なんでそんなことしてるのかなみたいな、いろいろなんか本読んでいくと、その日中同祖論ってあるじゃないですか、はい、あのユダヤと、はい、そう日本の、はいはい、でその遺伝子をたどっていく と、ヤップ遺伝子でしたっけ、いろいろまあいろんな話があるんですけど、 そこと、アイヌ民族を持ってる遺伝子が同じだったんじゃないかみたいな研究やってる、まあ、あのだからかと。それでまあ要するにさ、アイヌの腹をお墓をこうこじくり出して遺骨を持っていく、それは北大が持ってってわけ、まあまあ沖縄で言えば沖縄は郷土大学が持ってってるんですね、どっちも訴訟になってあの返せみたいな話になって、北大の方は謝罪をしました。そしてあのどっかの資料館かなんかに返すことになったのかな、返したのかな、もうということが一応ありました。で京都大学の方はまだそうなってません、あの京都大学は謝罪もしてません。で実際そこで働いたのそのゼミと研究室にいた人の話を聞けば、大したことは何の研究もしてない、ただ置いておいてるだけだ、まあそう言ってその素性をここ DNA とか、まあ、いろいろ今は調べられるようになっているけれど、それってなんかどうだろうね、そういう大した意味があるのかないのかっていうのは、まあ、要するにアイヌの研究するってずっとそうだったんで、もう最初から金田一京介だって同じようなもんですから、いうようなことではあります。調べれば調べるほど、そしてそのアイヌと朝鮮の話って今いろいろなところ出てくるんですけど、ほとんどそのことを語ってくれているのはあの朝鮮の人たちです、のルーツを持った人たちが研究し、そして発表をしてくれているわけです。日本のそのはそういう要するにどことどこの骨を調べたりなんかするけど、あの要するに掘りあの頭骨をして骨を盗んでそれを調べているけれども、そういう文化に関して丁寧なその検証というものはしてくれてはいないということです。だからこういう論文で紹介しようと思っても、これもさっき見たようにその韓国系の方だし、本当にないんだよ、そういう意味では。そうするとその、まあ、ある筋の人たちはどうせそういう人たちが調べてるやつだろうみたいな話になるというようなこと、まあ言ってみればね、国はもうこれ日本に限った話じゃないんだ、アメリカもそうだし中国もそうだ北朝鮮もそうだし、全部その歴史は今の権力に都合のいいような歴史かこう言わないわけで、それを調べるということは本当は民間の貴重な大変重要なことなんだというふうに思うのですが、なかなかね、であります。本当に世界で一番悪いのはイギリスだと思ってるんですけどね、僕は。間違いないです、間違いないでしょ、本当に悪いです。イギリス人好きですけどね。あ、そうそう、イギリス人好きですよ。だけど悪いことやれば悪いです。今の中国もひどいです。中国人全然悪くないですよ、僕の飲み方も結構ひどいですけど。あ、そう、それはね、それはなんだよ、それは。その話はなんででしょう、ね、最近ちょっと疲れてるのかなと。例えばあのイスラエル人がこの間2年ぐらい前にトラベラーで来たんですよね。どこで？うちのあの店に。あ、本当に、うん、して仲良くなって、でじゃあ狛江の銭湯狛江湯に行こうか、行ったな、行ったら、もうね、胸毛の生え方が同じでした、ね、同じだった。乳首に集中してる。でさっきのだからそこに実際 DNA に、そう DNA になってるんだ。まあそこもありますよ。ありますよ。あります。大体ね、その話のいい加減さっていうのはさ、ユダヤ人って血関係ないからね。あれは全然関係ないんで、本当にいい加減でございますけれども、なんか言いたいことありますか。高山さんは沖縄とは関係ないですか。僕はあるんですよ。世田谷ですよ。あ、世田谷なんですか。私はあれです、あの世田谷さんです、ね、僕は世田谷ですから、あのあれですよ、とあそこにいる座ってる名古屋君、はい、あんなの世田谷ずらしてます、正常だとか言ってますから、ね、大元東北ですから。
田舎もんですからね。本当に僕は生っ粋の違うな、俺も千葉だダメだいないですよ世田谷に生っ粋の世田谷人なんて確かに、めったにです。狛江は結構昔から狛江の人いますけどね。だって狛江は古いけどさ、あの町として北見と、北見も世田谷も北見は古いけど、もう清掃なんて、あんたなんたぬきしかいないようなところだからね、あれもう冗談じゃない、今だからって上から上からこうやって見下ろしたりするけどまあ標高も高いですからね、若干少し。本当ですよ、いいとこですよ狛江は。そうなんですよ。で、なんか2人でなんかあるんですか、共通点。そうだ、あれあれ、うん、アイヌ人特有の、うん、食べ物、ペネイモですね。芋、はい、何の芋、あのペネイモといって、うん、アイヌが保存食として、うん、あのずっと作っていたのなんですけど、ジャガイモ、まあ、北海道とかアイヌって北海道だからジャガイモたくさん取れるんですけど、うん、そのジャガイモを冬季にあの冬の間とかにそのジャガイモ取れたやつを、うん、あのトタン屋根の上とかに放置しとくんですね、黙ってわざと、うん、でその放置して寒いから凍るして日中暖かくなって溶ける、うん、凍る溶けるを繰り返して、うん、ジャガイモが真っ黒くなんか発酵して、発酵するのね、はい、ぐっちゃぐちゃになるんです、うん、その発酵は発酵ですよね、発酵です、はい、真っ黒くなってね、本当に泡吹いて、あ、そうそうそう、発酵するんです。それを潰してあの小麦粉少しと片栗粉を少し入れて、うん、あのパン状にこう丸く巻いて、うん、丸めて、あとはフライパンで焼いて食べる。それ普通にある話の話なの。普通にあります。ありますね、あのアイヌはみんなやります。アイヌの料理なの。アイヌの料理です。うん、だそのほら、フェイスブック見て、うんうん、おーみたいな。同じって。知ってる人いたみたいな。へえ。美味しくないですよ。いやあれ、僕はうまいと思いますけどね。あれ作り方だと思います。多分作り方なんですかね。はい、まあ、だから本当に食べたことないっていうかの人とかは、あの最初の発酵した匂いっていうこと、あれがね、あのきな臭さでいらねえよこんなのって。でもあれなんか食い慣れると、沖縄のルートビアじゃないですけど、ルートビア自分のところで作った芋をそういう風にしてるの。そうですね、まあ、うーんと、なんだろう、 今だとなんかその煮豚煮のなんか旅館、今煮豚にこた、煮豚にもこたんできたんですけど、そうそう、これこれこれ、そうですそうです、煮豚煮のこたんの近くのバフンみたい、これはこれはまだ綺麗な方、綺麗な方、綺麗な方、あんまり発酵して、僕とかうちのばあちゃんとか作ったのとか、僕がこの間作ったのだともっと真っ黒です、うん、作ったの、作りました、あの、だ作るったって、作るためにはずっと干しとかなきゃいけないんじゃないの、干したりとか。あのだから、うん、あの最初凍らせないといけないけど、東京じゃジャガイモ凍るなんてまずありえないんで、あの自分で考えて、これ冷凍庫に入れたらどうなるんだろうと思って、冷凍庫出したり入れたりするの。そうです、で冷凍庫の中に入れて、あのカチカチにジャガイモが凍ったから、あ、じゃあうちの家のベランダに出しとくかっていう、うん、ベランダに新聞紙引いて出しといて、ぐちょぐちょとなって、おお、吹いてるし、なんかいい感じと思って、うん、じゃあもう一回冷凍庫に入れるかって、冷凍庫に入れて、でまた日中になったらまたボーって出してっていう、なんかそれを繰り返して、まあもう冷凍しなくてもいいんじゃないかってなった時は、そのままもうあと1週間ぐらいベランダで、うん、今のどっちみち寒くなってきたから、うん、そのまま放置しとくんですけど、でまああとは加減を見て、なんかじゃがいもの加減見て、あ、もうそろそろいいんじゃないの、黒くなったし、保存食ね、いい感じ、30年とか保存できるみたいです。なん今からさ、曲って準備できる、イオマンテの夜とかできる。いやいや、できない、今いいです俺が歌ってもいいんですか、まあいいそれで、それでもともとさ、はい、まあでもそうか、もう全然古い話だもんな、はい、おじいちゃんおばあちゃんの時代だから、はい、そういう生活様式なんていうのは何にも知らないわけですよ、基本的に。でも僕は比較的にアイヌ料理を食べた方ですね。はい、あの本当になんかアイヌのそのお祭りでイチャルパとかっていうのあるんですけど、それに煮豚にですか。煮豚にとか登り仏とか連れて行かれてたんで、全然イチャルパに行っててアイヌ料理食べてましたね。あ、そうなんですか。あの苦いシケレベっていうシコロの実の木になるなんか黒い
シケレベって苦い実があるんですけど、はいはいはい、イニーとかで、なんかそれ、まあそれだけを食べる人なんて、うん、アイヌでもそれだけは食べないですけど、料理に薬味として入れるんですよね。ジュロークはどこで2カップだっけ。そうです、2カップですね。それで、豪太君がどこにいたの。熊川町ホベツですね。そうすると、その子供の時から、そのアイヌみたいな、はい、まあなんつったろう、それは意識していたの、意識していたっていうか、そうだよなみたいなことあった。意識はないんですよね。何にもない。あ、で僕いじめられましたね、結構アイヌだっつって。あ、そう、ふざけんなみたいな。どういうふうに。いや、やっぱりそのほらバカにするじゃないですか、なんか何かネタを見つけて、中学生の時とか、時にこうそう言われたりとかしたことは。どのくらいいたの、その、その、なんていうの、その向かい。いや、人が3、4人ぐらい。あ、3、4人ぐらい。3、4人みたいな、2人ぐらいなんですね。まあ、1学年だって、あの、僕の小学校、1学年6人とかですかね。3分の1の勢力がある。あ、でも、俺もそうです。複式学級ですか。あ、複式ですよね。ね、先生が1人で。1、2年生、ね、3、4年生、5、6年だから、それでもやっぱりいじめられるなんてことがあったってことですか。だってでも隠してる子だっているわけでしょ、きっと。多分というか、ホベツでアイヌじゃない人とかいないですよ、向川とかで。うん、逆にね、韓国の人も結構多かったっていう話は。うん、そう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 。有名なジャリアさんとか。ジャリアさん、ジャリアさんがあるんですけども、ジャリタニ、石のジャリ、ちょっと名前を出すと特定されるんですけど、はいはい、そこなんかはほら、あの、うん、そういうあれだって言ってましたよ ね。そこのおばあちゃんなんか韓国語喋ってたって言いましたからね。と聞いたことありますね。まあね、まああんまりこう、なんつうんだろうな、なんかこう来てこういうもんだったみたいなことを喋りたくはないんですけど、うん、まあどうしてもその結局その関係が深くなるっていうか、そのそうやってな、だから、いや、要するにかくまったっていう、その逃げてきた強制労働が苦しくて逃げてきたっていうのがよくある話で、それをアイヌの人たちが助けたっていう話はよくある話だということを、ここのところちょっとこういろんなのを調べて、ああ、そのよくある話だったのかというふうに思ったのよ。だから僕はその、なんだっけ、一番最初に二郎君に会って、え、そんな、そっか、アイヌとあの朝鮮のを2つのルーツ持ってるって、すごい、それってさ、それだけでもその大変な経験だよねみたいなふうに思ったんだけど、いや、それは要するに、そんなに珍しい話と北海道はなかった。じゃないかなと思うんですけどね。そう、いかに俺が認識というのが何にも知らないんだね。俺その100冊の本が、うちのそのアイヌ関係の本があの自分のその書庫に並んでいても、そんな話を知らなかったわけでしょ、僕。だからきっとそんな知らないことがいっぱいあるんだろうというふうに、その思っているんだよね。なんかつくづくそのことがね、もうあのこう自分で、はあ、何も知らないんだなっていうふうに。ぜひ向こうに10年ぐらい住んで調べていただけると。めちゃめちゃ寒いですけど。寒いよね。今まあそうそう、まあ、はい、そうですね、なかなかね。ああ、でもなんかそのね、あと逃げてきて助けるっていうそのイズムみたいのはね、分かりますけどね。うちの店も夜中3時閉店なんですけどね、3時に来る人いるんですよ。飲ましてよみたいな。それは助けてるのか。しょうがないなっていっぱいだけど。そういう感じですよね。そういう感じかね。なるほど、そういうことですね。流れてるなと思うんですよね。いや、だからさ、葬式とかさ、はい、この前聞いたんだ、聞いたっけね、聞いたよな、あの、うん、葬式ってどんな感じのお葬式でしたっていう話は、でも、ゴタクの普通、もはや。僕、普通ですね。普通って、普通って、だから何が普通なのか、どれか分かんないですけども、はい。あの、要するに、こっちのお寺さんみたいなとこがあって、お坊さんが来て、今日でも。寺、会館みたいなところを、まあまあ、普通に集まって、お坊さん呼んでみたいな感じなんですかね。同じですよ。同じなんだよね。同じです。ただ、そこの会館は、あの幼稚園にもなってるんで、うん、幼稚園の子たちが昼間いるんですよね。うんうん、なんかボケかまそうとしてるんですかね。いや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 。
でだからほら、お葬式があると休みになるじゃないですか、うん、あ、なるほどね、そうそうそう、な、何やってんのかなと思って窓から覗くと、うん、お葬式やってるみたいな、うんうん、ちょっと結構衝撃というか、うん、あ、なるほどね、だってね、狛江の瑞穂幼稚園で葬式やったら嫌じゃないですか、あ、そういうことねあ、そういうことか、でも俺あれだってお寺さんのお寺さんの、幼稚園してたよ、ああの慶願寺幼稚園、違う、僕は世田谷だって言ってんじゃん共同の福祥寺幼稚園っていうとこ、へえ、そうですよ、だからあれですよ、まあ お葬式やってなかったけど、ある時その隣にすぐ隣にね、南風、うん、南風座という映画館があってね、うーん、そこはね、ゴジラとか必ず若大将シリーズとあのゴジラのあいつが日本で出てくるんですやがてそれがポルノ映画館になりましたです、ね、あららその前を子供たちが手をつないでというようなことでありましたけれど、はい、最近の寅さんにハマってるんですよね、うん、寅さん面白いな、寅さん面白いですね、寅さん面白いよ、絶対面白い、あ、寅さんな、寅さん、まあ、ちょ、これちょっと言えないんだ、言ってくれだからほら北海道は北海道の面白さね、いろいろありますけど、こっちはこっちでまたいろいろ面白さがある、ね、ダブルでうちら味わいますからね、はい、ダブルですね、ダブルで、ダブル、それさらに言えばトリプルだね韓国に対するなんか思い入れみたいなのないの、韓国っていうか朝鮮、僕はあれが好きですね、あの頭の中の消しゴム、あ、そういうことねそういうことじゃないですか、そういうの見る、ジロー、まあそれ気になってたんですけど、まだ実は見たことないんですよ。あ、面白いですよ、はい、なんか見てみようか、なんか泣けるとかって、泣ける、韓国の泣ける映画とかでそれが出てきてたんで、面白いなとか思う、そうだなと思ってます、あれさ、はい、森と湖の祭りとか武田泰淳とか知らない、小説、小説は僕は失楽園しか知らないです、だから関係ねえじゃん光ゴケとか知らない、光ゴケ、うん、聞いたことありますね、光ゴケって、しかもそっちの方のは知ってます、最初の方は知らないです、知らない、はい、長編ですよ、武田泰淳さんの長編、僕だから、うん、要するにね、それあの時代の、あの時代っていつよ、うん、結局はね、入れ墨するじゃん、うん、おばあちゃん入れ墨してたんでしょ、してます、はい、唇のところに、あ、してたっていうか、その写真でしか見てないんですけど、うん、うちの親父のおばあちゃんは口の周りに入ってる写真がありましたね、あった、うん、あ、ばあちゃんで、うん、あ、なるほどね、でそれは最初の頃はさ、それはもう沖縄でも一緒なんだけど、沖縄もその腕にこうやってその、うん、リズムしてる、それはおしゃれだったのね、そのアイヌの人にしてみれば、ここにこの唇のところにこう入れ墨をするのはおしゃれだったし、うん、沖縄の人も手にこうやって入れ墨するのはおしゃれだったんで、やりたくてしょうがなかった、あ、そうなんですか、美しいと思ったわけ、うん、ところがだんだんそうじゃなくなってきて、うん、無理やり入れられるようになる、それ入れておかないと和人に連れてかれる、連れてかれるぞという理由で、うんうん、でもそれをだん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 その女性が嫌がるようになってくる、うん、それを逆に捉えるのが嫌だからっつって男性がそこに逆に入れ墨入れるようになる、うん、で文化っていうのはそうやって、女性が異民族の男に恋をするようになると文化は終わるんだみたいな、そういう、うん、それあの好きか、ちょっといい加減な、いい加減な小説ではありますが、ね、うん、そんなような、うん、ものでありました。で光ゴケはあれは要するに熊送りの話で、これも本当にややこしい、ちょっとこれも言っていいかどうか分かりませんが、要するに何ていうのか、人の肉を食うという、これないんだ、そう、ないんだけど、そういうことと組み合わせた小説だった、だよね、なんつうかな、で要するにどういうことかというと、神様じゃん、熊は、アイヌの人たち、だから要するにそのあの世から肉を、人間のために肉を背負ってやってきてくれる神様で、そしてそれを取って、全部それを全部その全て使って薬にしたり何々したり食べて、そうすると最後にはその骨をね、頭蓋骨だけ取って、そこに稲穂でこうやって飾りを入れて、そうやって祭壇に飾って、最後にその熊送りのお祭りをやって、どうもありがとうございました、また
あの向こうに戻ったらまたその肉を持ってまた帰ってきてくださいというのが熊送りのお祭りだったわけでございます。伊予満天のお祭りでありますが、ね、今ここで昔ね伊予満天の夜という歌がありました。伊藤久夫ですね。お言ってました。あのうちの店の目の前にヘアサロンの敏夫さんってやるんですよ。その敏夫さんが伊予満天伊予満天ってずっと言ってましたね。伊予満天の夜行くと必ずゴーちゃん知ってる伊予満天っての夜でしたっけ。ちょっと聞いてみますかね。毎回言ってたね。これですか。では伊予満天の夜、伊予満天お願いします。全然こうだこんな曲知らねえと言ってました。ありがとうございました。あの母ちゃんのためなら、ああ、なんて言ってる。確かに、ね、よいと思うけど。そういうことですね。ずいぶんずいぶん、またややこしい話をするな。まあいいや。あのいろいろ共通点もあるんでしょうけれども、あのあれさ、要するに熊を取ってくんだよね、子供のうちに。で育てるんだよね。可愛いペット、ペットじゃないけど、それがだん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 大きくなって。ましたね、熊。飼ってる人いました。いた、うん、あれね。でその熊送りのお祭りができるっていうのはお金持ちなんですよ、うん、その州長とか要するにあのなんつうの、俺は 熊送りのお祭りができる力があるんだぞみたいな、そういうことだったらしいですよ、うん、本当はだから要するに感謝とか言うんだけど、まあ、それは一応ねそういうことなんだけど、まあ、当時もうそうなってくると俺は熊をその育てて、うん、
そして熊送りでもお祭りするとき大変なんだもん。村中の人集めてさ、振る舞ってさ、でその熊祭りそのヨマンテの夜だかな、ダメを知ったというその映画があって、それはあのなんつうの、一晩中みんなで踊ってとかってやって、最後にその要するに熊をみんなでね、周りからこう矢で殺すわけ。小さい。まあまあ、そう、またでかいのはさすがに矢ぐらいじゃ殺せないので、3メートルとかになるじゃん、あれ、ヒグマ。むちゃくちゃすごいじゃん、グリズリーじゃなくて、なんだっけ、グリズリーみたいなやつ。だから、割とちっちゃいうちにこう殺すんだ、それかわいそう。だんだん、バンバン、方々から、周りから銃から撃たれて、それで、毒矢だし。何あれな、トリカブトじゃないけどみたいなようなのが塗ってあるんだよ先に多分。それでその倒れて、そうするとそこで全て肉をこう取って、それをみんなで振る舞うんだけど、脳みそも食べる。でなおかつその目をくり抜いて、目のところにその何を入れてっていう、そのそれで最後に頭蓋骨だけにして、で全部儀式がある。それをその小屋の中で、そこはそのそれに司れる人しか見ちゃいけない、秘儀なわけ。だからそれを記録した映画があるんですよ、あの例の茅野茂さんという方が監修をして、これは撮っとかなきゃ絶対にいけないんだっていう映画があります。もうなんつうかね、そしてそのこうやってねつっても分かんないよね、見えないですか、こういうふうにやって、こうあのこの何なんつうのあれ、なんつうの、あの鉢巻き、なんつうんだっけ、カプテなんとかカプテ、ね、イランカプテ、あそうか、違う、イランカプテもありあの、ただありがとうございますそれはただアイデアなんだまあまあ、それつけてこうやって最後に祈って、ありがとうございました、あの静かにお帰りくださいみたいな振って、それでさ帰りこう弓矢をパンで熊を来るというような儀式、どのあたりでやってたんですかね、それね、どうなんですか、二部団にでしたけどね、それ二部谷とかはまだやってると思います。まだやってる？やってると思いますよ。鹿は全然撃ってますよ、毎年。あ、鹿はね、はい、だから二部谷は怖がって、クマがあまり出ないんですかね。嘘、クマもいや出てるみたいですけどね出てるみたいですよ、そこはやばいそういうような昔ながらのいうのはもうないわけね、要するに豪太君なんか全然経験がない。いや僕も18で出ちゃってますからね、シティーボーイになりたくて。なるほどね、なれなかった。なれなかった、一応ここシティだと思ってます、お前シティだと思ってるんですそういうことでございます何ち言いますか、僕ね、一番最初に沖縄に出会うよりも先にアイヌだったので、うん、何年前かね、マタンプシね、あこれですか、マタンプシ、ありがとうございます、調べ、すぐ調べ、うん、そうで、その芝居をやった、アイヌの芝居をやったんだよ、それで北海道回ったの、言われたの、ここにもいますからね、アイヌの人気をつけてくださいね、どういう意味かなとで、まあそれ二部谷でした。茅野茂さんって、まあ、この番組でもお話ししましたけれども、日本で初めて日本の国会でアイヌ語で国会の質問をした人ですね。まあ、裁判とかでもいろいろな話があって、アイヌ語でやったりなんかすると、日本語でやりなさいみたいなこと、そういうようなことを言われたり、そういう話いっぱいありますね。これね、書いてあるんです。ちょっとね、これも。これあるんですよ。買ったら分かります、分かります。うん、分かる。何？有名ですよね。面白いですね。あ、そうです、茅野茂さん、そうです、僕その人のお芝居をやったんですよ、その人に監修をしてもらったお芝居を、はいはい、それでその人に弓矢を舞台で使う弓矢を作ってもらって、あれ温子の木、温子1位の木、あれ、あれのことなんつうんだっけな、弓矢にするっていう木っていうような意味合いがあって、それをその茅野茂さんに作ってもらう、で舞台 その初日が迫ってきているにもかかわらず出来上がってこないわけ、茅野さんに、カノさんまだですかって言うと、カノさんが、うん、まだ木が切ってくれと言わないんだって言うんだけどさ、嘘ばっかりだな、嘘忙しいから作る暇がないだけのことなんだけどいいですね、それもいいでしょ、もう使おうかな、そうまだまだ店が開かない、まだ肉が焼いてくれって言ってない、言わないんで、まあちょっとそういう面白いね、それ
面白い面白 い、ね、俺小前で一番注文しにくい店で注文しにくい店注文しても出てこない出てこない。じゃあそれいただいた方がいいですねまだ出てくるかないんですかってまだ肉を焼いてくれって言ってそう一個に出てこないでもその茅野さんに監修をしてもらってで、まあ、ニブダニですよ。あの、ニブダニ層の親父さんも死んじゃったかもしれません。お父さん、カイザワさんってなぜか知らないけど、名字が違います。カイザワっていう名前は、あの人が多いよね。適当多いですね、カイザワさんね。カイザワさんよね。で、カイザワテルオさんだったかな。それで完全に顔外国人ですよねでもね、まあ、まあまあまあそうねで日本語日本語っていうかその言葉もなんか日本の言葉使ってるんだけどなんか独特ですよ独特の声をしてますあ貝野茂さんね茂さんの話じゃないの貝沢さんの貝沢さんね貝沢さんっていっぱいいるじゃんいろんな人いますよね、ということでその人にこうジンギスカンを振る舞ってもらったりなんかしてで俺結婚するときに言ったらどうだアイヌ式の結婚式でやらないかなんて言われたりなんかしたことがあるんですけど高山さんの結婚式ですかそう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 その頃ちょうどその頃あの同じ劇団にいた女の子と結婚それは沖縄の人だったんですけど結婚することになってしまってそれ1回目ですか1回バカ野郎もうお前もうめんどくせえでその時にアイヌ式の結婚式やってみないけどいやいや勘弁してくださいそれ無理だよそれはちょっと重すぎる、うん、でもその時にそのアイヌの文様のついたお皿を引き出物にしてみたいなことをしましたですよでそのお芝居をした時に貝沢さんは子供いたのかなで貝沢さんの子供がかわいい女の子と男の子お芝居見てくれてその男の子と一緒に校庭のあれはだから二豚小学校の校庭の演題があるじゃん、うん、なんつうのあれだよあのね朝礼の時に校長先生がしゃべるって言って二、うん、人で座ってですねもう夕日を込みながらですねその男の子とね「だねあのさ何?」俺ねクラスで一番毛深いんだって突然言うの「うん、うん、別にいいじゃん」だからそんなようなことを話した覚えがあってああ彼はそういうようなやっぱり思いを抱えながらこの二豚にでもあんなに平和に平和な待ちそうなのにそういうことがあるんだなって思ったっ、ね、毛問題はありますよね、はい、毛問題沖縄では毛回ってるんですけどね沖縄の濃い、うん、あの毛の濃い人のこと、うん、毛遊びで毛足びってありますよね毛足びあるね毛、うん、毛足びそれはまた別です毛遊びって書いてね、うん、あれは浜に降りて男と男だで要するにあれですよ合コンですねあ沖縄でいうところの行ってみるもう足火って言うんですね、はいはいはい、毛ってなんだろうなあれは浜とかそういう意味じゃないかと思うんですけど別に変な意味じゃないんだよ毛で遊ぶわけじゃないからねいや普通に考えちゃいますよねそう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 いうわけじゃない沖縄ってでも大体みんなこう平均して毛が濃い方が多いんでまあ、うん、北海道だとやっぱりあっちやっぱいろんなところからやっぱ人が来てるからそうだ、ねそうだね、毛全くない人もいればそうだね。だから突然さ突然とこんな言い方よくで、うん、なんかそのロシア人っぽい人が生まれたりなんかするじゃん。だつぐるいところにそういうそのルーツがあったりなんかするんだよね。はいはい、ロシア系もなんかあるみたいですね。あるみたいです。やっぱりカラフトとか近い。うん、そうだよね、うん。いろんな血が混ざっているんだと思うんですけれども、うん、つまりそのなんつうかなここにね。もうぼちぼちあれなんですけどこの次郎君にもらったこのアイヌ民族と朝鮮のめぐる記録と表彰というの中に、まあ、気になることがちょこちょこ書かれているんですけれども墓地の整備事業というのがあった、うん、でそうだそれ何年でした何年だろうそれどうですかあの20年ぐらい前の話ですか。そうなの。まあ今だと思いますよ整備は。はい、であの拝んできたんだよね。拝んできました。はいはい、じいちゃんがちょっと喋って。僕のおじいちゃんがまあ僕なもうその僕が小学校6年生の時に亡くなった時は普通に納骨堂に預けてたんですけど、うん、まあその触れないの共同墓地に夕張の炭鉱で亡くなった人たちが
入っていると、うん、そこの無縁仏の中に埋葬されているとで、まあ、ばあちゃんとに俺が亡くなったら俺だけ墓に入るとか、納骨堂とかに納めるとかじゃなくて、俺もこの仲間たちと一緒に無縁仏の中に入れてくれと、と言ってて、まあ、それが希望だったし、無縁仏に預けててもお金もやっぱりあれらしいって、まあ、まあちゃんも年らしいって、まあ、じいちゃんがそれが希望だったんだから、無縁仏に預けてればそのピラトリ町で管轄してくれるから、ね、無縁仏に入れて仲間たちと一緒に入った方がじいちゃんの希望だし、幸せなんじゃないかっていうので、う、まあ、うちのじいちゃんはその紅の共同墓地の無縁仏の中に、はい、あ、なんか写真載ってましたよね、はい、うん、ね、ですで、要するにその墓地の整備事業というのが、うん、要するにアイヌ民族が先住者として存在した痕跡を消すために一つの格好の機会であったみたいなことをこの論文の中では書いてあります、まあ、そういうことが確かにいっぱいあっただろうというふうに思うわけですが、いつだってそのなんつうんだろうな、その権力者が消そうとす消してしまいがちな歴史みたいなものをもう一回、それこそ名古屋君も民族学校をやってる来たんだでしょうから、そういうものを掘り起こす、今だから狛江でやろうとしてることもそういうことだもんね、狛江のその民族をこうやって掘り起こす、それは何も狛江だから OK でアイヌ民族だからなしだって話ではないわけで、そういうものはきちんと誰かがその探っていってほしいというふうに思うわけです。で、ここにまとめという文章の中に、死や魂という物語ほどグローバル化がいかに進行しようとナショナルな枠の中で語られ表彰される、 国家や国民というものが身体化されず、難しいですが、常に居心地の悪さを保ち続けてきた在日朝鮮人やアイヌ民族、そして朝鮮人とアイヌ民族の両方のルーツを持つ人々が常に揺らぎと葛藤の狭間でさまよい続ける営みや、要するにさまよあれ俺たちはそんなにさまよっちゃいねえよっていうふうに言いたくなる部分もあるんでしょうが、生きている時だけではなく死後もなおその魂を慰める言葉さえ奪われたままなのであるというようなことを、まあ書いてあるし、で今の若い人たちにこうなのって言ったって、いやさ、いかんな大げさな話ではないよっていうことに、まあ、なるんだろうけれども、でもまあルーツの中に忘れされ去られたくないものをきっと抱えているに違いない、いやいやいや二人がという意味じゃなくてね、うん、たくさんそういうそのおじいちゃんおばあちゃんたちがいるに違い、エカシとなんだっけ、メノコ、メノコ、メノコ子供じゃないの、エカシは誰、おじいちゃん、あ、エカシはあのアイヌの偉い人、偉い人ね、あ、そうか、そう、あ、そうね、みたいなことがあるんではないかなと思ってるんですけども、いかがなもんでございましょうか。ゴータバーの選定をしてください。今ちょうどシェフが、旅に出てまして、戻ってくるの、うん、2月3月ぐらいに戻ってきますね。それまで頑張って作ってるんだよね、こうびっくりしたところも行って、うん、そう、ちゃんと作ってんじゃん、結構、ね、でも怒られますよお客さんから、なんでこんなに与えられるのが出しんじゃねえよみたいな、あ、そう。要するにちゃんと焼いてくれって言ってないんだって言うじゃん、これから。だってって言ってますけどね。だって、はい、一番、はい、どこ、場所どこですか。狛江の、ドミノピザ。ドミノピザ。はい。の前。佐藤診療所さんの派遣隣、はい、東泉1丁目ですね。で、地下にね、はい。でかでかと一番入りにくい。一番入りづらい。っていう、それをキャッチにして。キャッチにしてやってますね。はい。入りにくいバーの割には下に行くと結構人が入ってました。あの看板にしてきゃ売り上げが3倍ぐらいある。ほら、すごいね、うまいこと言ってますね。カメラマンでもあるわけで、カメラってんですよ、やれば撮ってくるんですかね。お金払っていただけばいつでも撮ります。どうでございましてこんなもんですかね。まあ、またあのなんかあったら来て、ということで、はい、ありがとうございます。アイテムを持ってきてね、でうちなうちのラジオ体操を聞きながら今日もお別れしたいというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。二人ともどうも感謝しております。ありがとうございました。ありがとう。県なふいみそうち久のまぎのばし運動祭いちちもうちあなちやーちていちたーちみーちゆーちいちちもうち K
けんなみぐらしみそおり、ふかんかいみぐらち、うちんかいみぐらち、いちち、もうち、ななち、やーち、ティーチ、たーち、みーち、ゆうち、いちち、もうち、けんなの運動、ひさひらち、ゆくんかいふみそおり、いちち、もうち、ななち、やーち、